詩人将棋は BS フジで2016年12月27日から放送されている将棋対局のバラエティ番組、あるいは番組内で行われている将棋の名称。詩人将棋にて使用される将棋盤及び駒の初期配置通常の将棋と異なり、4人同時に対局を行う将棋、詩人将棋で行う番組。従来の4人将棋では、中央9マスずつの通常の将棋盤が使用されるが、この詩人将棋では変則的な十字型の15マスの特殊な将棋盤を用いる。最後まで勝ち残った対局者には4親王の称号が与えられる。BS フジでの放送後、地上波のフジテレビでも放送されることがある。一応、指す順番はあるが、詩人マイナスであるため、一番手の青龍から時計回りに、朱雀、白虎、玄武と指し手が回っていく。一例として、A、B、C、D のうち A が悪手を指したとしても、B が D に王手をかけた場合は、C の順番が飛ばされ、D が王手を回避する手を指さなくてはならない。そのため、次の手違いである A は前に指した分をリカバリーできる可能性が生じる。マス目の数が通常の倍以上であることなどの理由により、プロでも駒の利きを錯覚する場合があり、プロとアマチュアが対戦しても面白い勝負になることが多い。特に2018年4月の放送回では、毎回にわたって即詰みを見逃す事象が発生している。将棋盤及び駒以外は4人将棋に近いルールが採用されている。将棋のルールとは直接関係ないが、対局者はそれぞれ対局中に一度のみ、お助けカードを利用して解説者からのアドバイスを受けることができる。ありがとうございます。